ミヤマクワガタ、ミヤマクワガタ、深山クワガタルコネスマキアリフノロータスは、高注目、クワガタムシ科に属するクワガタムシの一種。普通種であり、いかにもクワガタムシらしい風貌から、ノコギリクワガタと共に古来から、クワガタムシの代表として親しまれてきた。南西諸島や一部の離島を除く、ほぼ、日本全土に分布し、旧環境庁により、指標昆虫に指定されている。 オスの体長は22.9から78.6ミ、mm、リメートル。飼育下78.6ミ、mm、リメートル。2014年で、メスの体長は25から48.8ミ、mm、リメートル。野外における最大個体は、大阪府明県山、北摂山系にて採集された78.6ミ、mm、リメートルの成虫である。なお、同名の植物に、ゴマのハグサカルリトラの王族のミヤマクワガタがある。 頭部に感情の突起、頭部耳状突起を有する。これはミヤマクワガタの最大の特徴である。これは小型個体では目立たないが、大型個体では発達する。耳状突起は大顎を閉じる筋肉の付着面を限られた頭部の中で広げるのに役立っている。繁殖飼育方法の知見を初めて発表した小島博史によると頭部のサイズと 耳状突起は幼虫期の頭部の幅の影響を受け、全容の時に寒冷な気候で過ごしたオスほど大きくなる傾向が見られるという。オスでは体表には細かい毛が生えており、金色から褐色に見えるが、この毛は体が霧や降雨で湿ると黒くなり、木の幹に擬態した保護色の効果と熱線吸収率を調整するのに役立っていると思わる。古い個体は しばしば、これらのほの毛が脱落し、失われている。頭の突起は、オスだけにある。オスもメスも足で踏ん張る力も強く、樹皮や人の体にしがみついた時には、足の爪部分から少しずつ離していかないと、引き剥がせないほど。メスは、背側から見ると、艶のある黒色で、他のクワガタムシのメスと似ているが、腹側には、オスと同じく、ほの毛を備え、 学名の元になった、長大円の黄色門を桃節に部分持つため、多種のメスと簡単に見分けることができる。また、メスの大顎は、他のクワガタムシのメスに比べ、顎が太くていかつく、ニッパーのような形となっており、挟まれると大変痛く、これで樹皮に傷をつけて、樹液の出を良くしたり、身を守ったりする。オスの大顎には、口述されるようにエゾ型、山型、 基本型、里型、富士型という三つの型がある。それぞれの型は、大和の第一内和と、第三内和の長さと、大型個体では、先端の2差の大きさで見分けることができるが、中間型も見られる。上記の型の故障は、保育者の図鑑が初めて使った故障を踏襲しているが、黒沢は、このうち里型を、富士箱根図国立公園付近に多いため富士型とし、山型を、 日本全国に見られることから基本型と呼ぶように提唱した。しかし、宮クワ型の繁殖飼育に世界で初めて成功した林のどかによると、どの方も日本全国に見られ、地域性は薄いと言われる。小島博は著者の中でエゾ型の新生虫から得た子を東京で飼育したところ、すべて里型になったことを報告している。三つの方は、 野生ではおおむね標高と井戸によって住み分けており、標高1000メートル前後の産地や北海道では、エゾ型が多く、伊豆半島からは、里型のみが知られるが、筑波山や炎山のように、三つの方が、同所的に見られる場所もある。飼育下では、幼虫期に、摂氏16度前後で飼育された個体から、エゾ型が多く得られ、摂氏23度以上では、里型しか浮かしない。しかし、 摂氏20度の飼育では3つの方が発言することもあり、明確ではないが、低温飼育では、エゾ型が割合的には多くなる。普段見られるオスは6 0ト、mm、ル程度だが、7 0ト、mm、ルを超える大型個体が得られることがある。地中で溶化する生態のため、多くは型類などに比べて、オスが大顎で挟む力は強くないと思われがちだが、実際にはかなり強く、 特に大顎先端の二鎖に分かれた部分は闘争の際に威力を発揮し、同士間や他種との闘争だけではなく、大型の個体がカブトムシと戦った時、この二鎖部分でカブトムシの胸部の後ろを締め付けて、カブトムシの体に穴を開けて、深手や致命傷を負わせることもある。人間でも二鎖部分に指を挟まれ、猛烈に締め付けられると、出血だけではなく、 爪部分を挟まれた場合、そこを貫通されてしまうことすらある。飼育、人工繁殖は難しく大型個体はなかなか作出されないとされていたが、繁殖方法が確立し、その後、小島博により、メスが摂氏25度以下でないと産卵しないことが公表されてから、繁殖飼育そのものは比較的容易になった。 なお、林のどかは、摂氏18度の高温期で幼虫を飼い、成虫まで4年かかったと発表しているが、1から2年で羽化に至る個体が、ほとんどと思われる。国書と乾燥に弱いため、地球全体の温暖化や都市周辺のヒートアイランド現象などによって、激減、もしくは絶滅する、可能性が相対的に高いクワガタムシであり、生息地域の環境調査などから、 指標昆虫となった。小島博は水没するダム湖上流の柳林などで、ミヤマクワガタが多数生息している状況を、応用動物昆虫学会等で報告している。他の多くのクワガタ虫と同じく振動を足の毛で察知し、ついている木に衝撃を与えると落下してくるが、ノコギリクワガタや大クワガタのようなクワガタ虫が落下すると足を縮めて硬直し、 儀子状態になって動かなくなることがあるのに対し、本種はそういった儀子体系は取らず、足を伸ばしたまま硬直するか、そのまま動き出して逃走する多種と異なる特徴もある。深山とは山奥の意味である。この言葉が示すように、ヤマクワガタは標高の高い山間部によく見られる。これは霊量湿潤な環境を好むためであり、成虫の飼育の際には温度や 湿度の管理に注意を要する。温暖湿潤な環境を好むために、低地で生息密度の高いノコギリクワ型と対照的である。この両者は他にも様々な点で生態の違いがあり、日地、生態学的地位そのものが微妙に異なっていてそもそも生活資源の競合関係はないと考えられるため、単純にこの生息環境の違いを、住み分けとみなすのは困難である。 しかし、やや人為的な里山の環境を好む。ノコギリクワガタに比べ、ミヤマクワガタの方が人間の手つかずの自然が残る環境を無傾向があると言われる。また、ノコギリクワガタに比べ、全般的に体が大きめのために、両者の体格と力の差から、闘争ではミヤマクワガタが圧倒するケースも、ままある。クワガタムシの大型種は夜行性であるものが多いが、 ミヤマクワガタの場合は、生息地や環境によって、昼間にも活動することが知られている。ト火カやトラップにも飛来し、採集は容易であり、大型のクワガタムシの中では飛翔性が高い種である。メスは強力な大顎で樹皮をかじり、傷つけて樹液を出すが、オスはそうした樹液とメスに引き寄せられたり、樹液とメスを守ったりする。その際オス同士の闘争も起こるが、 勝ったオスがメスを独占したり、体格が小柄なオスが、大型オス同士が逃走中の隙をついて、メスを獲得したりと、いろいろな光景が展開される。多く我が家族とは違い、幼虫は、腐食室の多い地中や、口木の中でも普及が進んで腐食化の進んだところに、生息し、腐食土壌になった部分を食物としている。秋に浮かした成虫は、途中の砂室内で越冬し、 翌年夏に活動を開始するが、活動開始後の寿命は短く、再越冬はしない。この点は、ノコギリクワガタ等と同様である。野生化と異なり、飼育化においては、大型個体を浮かさせることが難しく、幼虫期間も長めで希少性もないため採算性がないと判断され、類大飼育はあまりなされなかったものの、その飼育方法も徐々に解明されつつある。 なお、七十ミリメートルを超す大型個体については、天然、飼育限らず、繁殖が進みちがこなれた大桑型をも上回る、場合型とある。ミヤマクワ型では、亜種のような遺伝的に固定された地域個体群ではないと考えられているが、型と呼ばれる多形が存在する。また、二型療法の特徴を兼ね備えたと思われる、個体も散見される。この多形の発現要因として、 幼虫時の温度環境などが仮説として挙げられているが、遺伝的多型だと考える者も,もいる。前者の論拠として、小島博が、さなぎ室から掘り出した、エゾ型を、東京で繁殖した子がすべて藤型だったこと。従来、山型しかいなかった埼玉県よりい町、小川町、マセコ、遠慮湖で現在見られるが、藤型だけになっていること。 要所的に三つの方が確認できる場所あることなどが挙げられる。校舎の論拠として、竹広氏が行った栃木県川又古山の個体群の繁殖では、他の地域の個体群が、富士型、基本型になる、同じ飼育場所で、すべてエゾ型になったという記録がある。また、藤沢樹も、校舎のような遺伝的多形と考えているという意見を、述べた上で実態を調査中であるとしている。 この型の発言理由を調べる研究は、現在つくばの国立環境研究所で、五花光一と小島博士によって継続中である、幼虫期の温度環境による発言型であり、その定量的な条件が確認されれば、宮間区和型の型の変化を調べるだけで、その地域の周年温度の変化イコール地球温暖化の状況が把握できるようになるかもしれない。日本にはニア州。 日本国外には4に足が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。